聖書を拝読します。ヨハネの黙示録2章8節から11節までです。拝読します。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ、初めであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。私はあなたの苦しみと貧しさとを知っている。しかしあなたは実際は富んでいる。またユダヤ人だと自称しているが、実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることを知っている。あなたが受けようとしている苦しみを恐れてはいけない。見よ、悪魔はあなた方を試すために、あなた方のうちのある人たちを牢に投げ入れようとしている。11節までです。癒された方に感謝します。おめでとうございます。癒されたメッセージが伝えられ感謝します。この時間は道海先生の営業説教、ヨハネの黙示録公開、スミルナ教会2回目のメッセージです。愛する聖徒の皆さん、全世界と全国の司教会と司聖殿の聖徒の皆さん、全世界でインターネットを通して礼拝を捧げているすべての聖徒の皆さん、視聴者の皆さん、主を信じる人でも信じない人でも、生きていながらあれこれの苦しみにあったりもします。どころで原則的には、たとえこの世ではいろいろな苦しみにあっていた人でも、主の中に入ってくると神様が守ってくださるので、全ての苦しみが離れるはずです。しかし実際には主を信じる人の中にも相変わらず苦しみに遭う場合があります。ただし主を信じる人の経験する苦しみと世の人が受ける苦しみとは違います。上辺では似ているようでも、主の中に入ってきて経験する苦しみは、それを信仰によってよく通ってきた時、結局魂に幸いを得るようになり、天にも報いを積む過程だからです。先週言ったように、主を信じる人が経験する苦しみには2種類があります。第1は主を信じるがゆえに受ける苦しみです。暗闇のこの世の中で光である主の御言葉通りに生きるために受けなければならないあれこれの苦しみがあります。例えば信じない家族や周りから受ける迫害があるだろうし、学校や職場などで真理の通りに生きようとすると、信じない世の人々から受ける苦しみや迫害などがあります。このような場合は、その苦しみと迫害がかえって受ける人にとって報いと祝福になるのです。それでこのようなことを信じていた人たちは、自分たちが主の御名のゆえに迫害されるということだけでも感謝しました。使徒の働き5章には、使徒たちが主の御名のゆえに鞭で打たれたり牢に入れられたりするなど、いろいろな苦しみに遭う内容がありますが、41節には、そこで人たちは皆のために、すなわちイエス・キリストの皆のために、恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったとあります。ですから人たちは主の皆のゆえに苦しみに遭う時も、それが辛いとか恥ずかしいと思ったのではなく、かえって喜んで感謝して喜び踊ったのです。生徒の皆さん、どころで主を信じるがゆえに苦しみや迫害に遭っているとはいえ、実際には知恵が欠けていて、あえて受けなくても良い苦しみや迫害を自ら招く場合もあります。それはかえって神様の栄光を遮ることです。妻が知恵を持って行わないので、信じない夫が妻が教会に行くのを妬むようにしたりします。時には自制できないで、言うべきことと言うべきでないことを区別できなくて、教会と牧者が不当に悪口を言われるようにしたりします。
また信じない家族の反発心を引き起こすように言ったり行ったりします。このような場合は、主を信じるがゆえに受ける苦しみや迫害というよりは、少しだけ知恵を持って正しく行うならいくらでも受けなくても済むことなのです。自分の過ちのせいで受ける迫害なのに、主のゆえに、主の皆のために迫害を受けていると言ってはいけないのです。ところがこのような場合とは違って、敵である悪魔サタンの仕業を受けている人たちによって、神の人が受ける苦しみと迫害があります。それは旧約と新約の信仰の人と神の人たちが神様の御心と摂理を実現するために受けなければならなかった苦しみと迫害なのです。今日そのような苦しみと迫害を受けながら主の福音を述べ伝えなければならないとしたら、大胆に出て行って伝える人がどれだけいるでしょうか。さて、本教会には今後時になるとこのような苦しみと迫害をものともせず福音を述べ伝えるべき使命があります。もちろん今までも福音を伝えるために多くの苦しみと迫害を受けたこともあります。それに応じて神様に大いに祝福されて全世界に司教会が建てられたのです。しかし、そうするほど本教会は世界宣教をさらに広げて神の摂理を実現してきたのです。また皆さんを迫害する人を憎んで呪うのではなく、ローマ12の14にあなた方を迫害する者を祝福しなさい、祝福すべきであって呪ってはいけませんとあるように、そのような人のためにでも祝福して祈ってあげられる心であれば、どれほど良い心でしょうか。使徒パウロはそのような心になって、主のために受ける迫害と苦しみをむしろ喜びと感謝を持って受けたので、天国でも高い地位に上がることができたのです。従って、真理に従うために主の御名によって受けるどんな苦しみがあるとしても、心から喜んで喜び踊りますように。そのような方々に父なる神様が天国でだけでなくこの地上でも豊かに祝福して報いてくださいますよう、主の御名によって祈ります。聖徒の皆さん、ところでこのように主の御名のゆえに受ける苦しみとは違って、自分が真理の中で生きられないのでサタンに訴えられてやってくる困難があります。もちろん主を信じる前にもこの世で生きていながら敵である悪魔サタンがもたらす多くの試練や困難に遭います。しかしその時はなぜ自分がそんな目に遭ったのかも知らないまま敵である悪魔の餌食になって生きていました。しかし主を受け入れて神の子供とされた後に、主にあって会う試練や困難はこの世であった試練や困難とは違います。それではどう違うのでしょうか。私たちがイエス様を救い主として受け入れ神の子供とされると、ピリピ 3-20 にあるように、私たちは天に国籍を持つ天国の民になります。そしてこの時からは天国の民として天国の方に従わなければなりません。ところがもしこの方から外れるなら、その時は敵である悪魔が訴えるようになります。敵である悪魔としては、この世の罪と悪の中で悪魔の子供だった人が主を受け入れて神の子供とされたことによって自分の子供を奪われたので、何としてでも取り戻すために血眼になっています。それでどうにかして訴えるような口実さえあれば、それを持って訴え、試練と困難をもたらすことによって困難に遭うようにして苦しめるのです。ところでこのような人々の中に、たまに自分の欲に惹かれて誘惑されて試練や困難に遭ったのに、これを誤解して神様が誘惑に合わせたのだと思っている人がいます。
しかし決してこのような誤解があってはいけません。私たちの神様はそのようなお方ではありません。ヤコブ 1-13 に誰でも誘惑にあったとき神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありませんとあるように、神様は私たちを誘惑なさる方ではありません。それなのに誘惑されて試練や患難に遭うのは、ヤコブ 1-14 に人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです。皆さん、特に男性生徒によくありますね。経済的な困難など試練や患難に遭うことは何の訳もないのに神様が合わせられるのではないのです。主を信じると言いながらそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるからなのです。なぜ物質などでおびき寄せられて大変な目に遭うのでしょうか。例えばある方は5000万ウォンを貸してあげたのに貸してもらえなくて困っているんです。そういうことが何件もあったし、この前その方が来て話をするんですが、そのせいでご主人はうつ病になったそうです。ではどうして5000万ウォンも貸してあげたのか。いつも私が講談で信仰の兄弟同士はお金の取引をしてはいけないと伝えたのに、で私が講談で1年に何度も伝えたのになぜ聞き従わなかったのかと聞いたら、前はそれが耳に入らなかったそうです。でもこんな目にあったら今はその御言葉が耳に入ると言うんです。その前は入らなかったと私がいつも戒めては戒めたのに従わなくて困難から抜け出せない、そんな家庭もあります。しかも神様のお言葉だし、私が開拓の時から繰り返して信仰の兄弟同士はお金の取引をしてはいけないと伝えてきたのに、聖書の箴言にも他人の負債の保証人となってはいけないとありますね。人はそれぞれ自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのです。つまりおびき寄せられる何かの理由があったのです。だからそんな試練や患難を招いたのです。とあるように自分の欲に惹かれておびき寄せられたのです。つまり誘惑されて神の方に背いて罪を犯すからなのです。この地上でも法に背くことが罪であり、その罪のゆえ罰を受けるように神の法に背いた時もそれに伴う代価が与えられるのです。神様は子供たちにただ良いものだけを与えたいと望んでおられるのに、人の方から神様の前に罪を犯すのでサタンが訴える口実になってしまうのです。すると公義の神様はいくらご自分の子供であっても罪を犯すなら守ることがおできにならず、結局罪を犯した分だけ敵である悪魔は神の子供たちに試練や患難をもたらすのです。しかしこのようなすべては結局は神様の愛であることを知らなければなりません。ヤコブ 1-15 に欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますとあり、ローマ 6-23 には罪から来る報酬は死ですとあります。罪の結果は結局死なのです。ですからこのように罪を犯して死に向かっている子どもを放っておくならどうなるでしょうか。そのような子どもを放っておくことが愛でしょうか。愛なる神様は子どもたちが罪によって死に向かっているのを黙って見守っているのではなくて、懲らしめてでも悔い改めて立ち返れるようにサタンの訴えによって試練や患難に遭うようになさるのです。このような神様の愛についてヘブル 12-5-6 には、我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない、
主に懲らしめられたら、それを軽んじてはならないのです。軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはいけない。主はその愛するものを懲らしめ、愛するから懲らしめられるのです。もし懲らしめられないなら、結局は死の道、地獄に向かうようになるからです。主はその愛するものを懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。神様が受け入れる子だから、鞭も加えて懲らしめられるのです。罪と戦って血を流すまで抵抗して罪を捨てるべきなのに、そうしないでかえって罪を犯すなら、これは神様が御顔を背けられるしかないのです。そうでなければ地獄に落ちるようになるから。神様が愛するから、私生地ではなく本当の子として受け入れてくださるから懲らしめられるのです。私生地の場合は懲らしめもないのです。神様があなたは私の子ではないと言われるときは懲らしめもなさらないとヘブル12章に明らかに書いてあるでしょう。懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからであるとあります。それで多くの人が罪を犯して肉の行いをして重い病気にかかりますが、それは神様に御顔を背けられて病気がやってきたのだから、病院に行っても解決できないのです。治ったとしてもまたもっと大きい病気がやってくるのです。そうやって心を砕いて罪を告白して悔い改めれば、神様が癒してくださって信仰生活を正しくするようになさるのです。ただし徹底的に悔い改めて心の底から二度とそんなことはするまいと覚悟して祈りを受けてこそ神様が働いてくださるのです。しかしそうしない人が多いのです。今は病気で苦しいから悔い改めるとは言っても、心から立ち返る人はあまりいないのです。したがって試練や患難がやってきた時は、まず自分を顧みて、これは主を信じるがゆえに来たものなのか、それとも罪を犯したので来たものなのかをよく調べなければならないでしょう。それで自分の過ちによって来たものであれば、速やかに過ちを見つけて悔い改めて立ち返り、主の祝福の中に再び入ってくるべきです。御言葉は絶対なのです。皆さんが真理である神の法の中でだけ生きるなら、決して悪いものは触れることができないのです。あらゆる試練や困難も退いて、かえってすべてのことが栄える祝福が望むのです。したがって皆さんに試練や困難がやってくるなら、かえってそれを通して自分を発見して変えられることができるし、その上祝福まで受けられる機会なので、いつも喜んでいて感謝できるのです。次に9節の前半節で、主は苦しみだけではなくあなたの貧しさとを知っているとも言われましたが、それでは貧しさはどうして来るのでしょうか。神様を信じて主の中に入ってくると、魂に幸いを得ているように全ての点でも幸いを得、健康であるべきなので、物質の祝福も受けなければなりません。皆さんが神様を正しく知って正しく信じさえすれば、全てが栄えるし、貧しさも病気も退いて健康になるのです。これは神様が聖書で約束なさった御言葉だし、間違いないのです。だから自分が信仰生活を正しくするなら、魂に幸いを得ていかなければならないのです。魂に幸いを得ているほど神様が共におられるし、それだけ祝福も確かなのです。世のものを断ち切って魂に幸いを得ていて、健康の祝福、物質の祝福なども受けるのです。すべての点でも幸いを得、健康であるべきなので、物質の祝福も受けなければなりません。どころかかえって反対に主の中に入ってきて乏しくなる場合があるのです。主を信じなかった時よりも熱心に誠実に働いているにもかかわらず、職場で迫害されたり不当に扱われたりすることもあります。
また主日を完全に守れない職場などで主日を守るために辞めたり転職するしかない場合があります。これによって経済的に乏しくなることがあるのです。しかしこのような貧しさはしばらくの間だけで、主を信じることによって貧しくなったことを主がどうして長い間放っておかれるでしょうか。職場である人がいくら自分を迫害しても、自分の方でさらに善で光で対していくなら、結局相手も頭を下げるようになります。光と塩宣教会の会員や職場生活をする生徒の中には、このような経験をした方がたくさんいます。それで結局主がくださる祝福によって、貧しさではなくあふれる祝福として帰ってくるのです。どころでこのような理由ではなく、神の国のために節約して暮らすこともあります。私の場合は実際一年中自分のために使うお金はほとんどありません。自分の手に入る物質を貯めて、何としてでも神様の前に捧げてもっと施しをしようとしているので、自分のためには一年経っても靴下一足買わないのです。海外の多くの宣教師と教会への支援も教会の財政ではなくて私が担当しているからです。施しもそうですし、さて必ずしも私のようではないとしても、生徒たちの中には十分に味わうことも楽しむこともできる地位にいるにもかかわらず、神様をとても愛して神様の聖殿を愛するので、自分のために使うものをほぼ使わずに貯めて最善を尽くして神様の前に捧げる方がとても多いのです。ですからこのような場合は、主を愛するがゆえに自ら感謝を持って貧しさの中にいるのです。しかし神様はどんな方でしょうか。このように神様を愛し教会を愛する人をそのままにしておかれません。もちろん天国にはとても大きい報いとして積まれていますが、この地上でも必要に応じて与えて、魂に幸いを得ていて、すべての点でも幸いを得、健康である祝福として報いてくださるのです。ですからこのような人に主は、しかしあなたは実際は富んでいると言われているのです。愛する生徒の皆さん、第2コリント8-9に、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです、とあります。私たちの主は万軍の主神様の御子ではありませんか。金も銀も私のものだと父なる神様が言われましたが、それはすなわち独り子である主のものではありませんか。このように主は富んでおられたのに、あなた方のために、すなわち私たちのために貧しくなられたのです。それでみすぼらしいところでお生まれになって貧しい暮らしをなさったのです。主は私たちの罪をあがなうために血を注ぎ出してくださって、病気と患いをあがなうために鞭で打たれて血を流してくださったように、私たちの貧しさまであがなうためにご自身が貧しくなられたのです。だから主を本当に信じる人は貧しさを誇るのではなくて、豊かになって主に栄光を返さなければならないのです。アブラハムなど神様を愛し神様に愛された人は皆祝福されたのです。ダビデ王もソロモン王もそうです。神様を愛していた時は、でも偶像を拝んだりした時は他国に侵略されたんですが、あなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。神様は私たちが富むものとなるのを望んでおられるのであって、貧しくなりなさいとは言われなかったのです。御言葉を熱心に聞いて守りを行っていけば、入る時も出ていく時も祝福され、貸してあろうが借りることなく頭となり、魂に幸いを得ていて、すべての点で幸いを得、健康になると約束なさったのです。そして行った通り、巻いた通り、あふれるほどにしてくださる方なのです。
イエス様は創造主なる神の御子として最も富んでおられる方なのにもかかわらず、家畜小屋で生まれて貝場桶に寝かされ、この地上で生きている間、時には飢え、出床もなく荒野で休まれるなど、私たちの貧しさを贖うことによって、あらゆる貧しさと呪いから解放させてくださったのです。従って主を信じている私たちは決して貧しいはずがなく、むしろ飛んで神様に栄光を捧げなければなりません。しかし神の子供とされたからといって皆が富むようになるのではありません。申命記28章には御言葉によく聞き従い富むようになるための条件があるのです。御言葉によく聞き従い、その御言葉を守り行う時、御言葉を通りに守って行う時、守り行う時、入る時も出ていく時にも祝福されて、頭とならせ、音は鳴らせない祝福。だから生徒の皆さんは昇進がとても早いですね。また昇進できそうにないのにできることもよくあるのです。出ていく時にも祝福され、頭と鳴らせ、音は鳴らせない祝福。貸す野郎が借りることはない祝福を与えると約束されています。だから豊かになるのです。したがって皆さんが試練や患難、あるいは貧しさの中にいるなら、ひょっとして御言葉の中で生きていないのではないかチェックしてみますように。本当に御言葉の中で生きていると言えるのに祝福されないなどありえないのです。本当に善の心、霊の心に変えられて花嫁の備えをして祈りをやめないで、御言葉通りに従って行って、減り下って人に仕えて自分の利益を求めないで、欲張らないで、御言葉の中にとどまって祈っているなら、そして豊かに巻くものは豊かに刈り取り、少しだけ巻くものは少しだけ刈り取るから一生懸命巻くでしょう。余裕がないから巻けないのではなくて、もっと巻いてこそ芽が出て育って、いずれは刈り取るじゃないですか。だからまめに巻くのです。信仰があるなら豊かになるためにでもまめに巻くのです。こうやっていくならどうして祝福が望まないでしょうか。特に神様の憎む罪を犯して神様との間に罪の隔ての壁があるなら、それを壊さない以上はいくら努力しても栄えないのです。しかしそのように栄えないことが自分を顧みて悔い改め立ち返らせる祝福だということを知らなければなりません。それで誠に御言葉の中で生きていて光の中にとどまるなら、その時は試練や患難と貧しさが来るはずがなく、たとえ主の皆のゆえにしばらくの間会うとしても、結局は全てが退いてより大きい祝福が望むようになるのです。神様はご自分を恐れかしこんで善と柔和を持って御言葉通りに生きようとする人なら、神様が練ってくださるのです。魂に幸いを得ているようにするために、物質の祝福を与えるために練っていかれるのです。ヨブ記を読むと、ヨブはどれほど神様を恐れて正しく生きていたでしょうか。しかし神様はサタンの訴えをお聞きになるのです。だから多くの人が間違った説教をするのです。ヨブは何の罪もないし神を恐れる人だったのに、神様が試練に合わせられて苦労したけれど、ヨブが耐え忍んだらついに祝福されたと。でもヨブ記を詳しく読んでみれば、ヨブの本性の中の悪が試練を通して明らかにされるのが分かります。本性の中の悪が、そして結局悔い改めてこそ癒されて再び祝福されたじゃないですか。ヨブが神様の御声を聞いて本当の意味で神様を見つけた時、
悔い改めて立ち返ったし、そうやって本性の悪まで悔い改めて清くなった時に、神様は2倍の祝福をくださったのです。ヨブが受けた2倍の祝福はものすごく大きいのです。東の人々の中で一番の富豪だったから、それに加えてまた子供たちも生まれたのです。娘たちはその国で一番美しかったし、ヨブは結構年も取っていたはずなのに健康になって子供もたくさん産んだのです。乏しいことがないように神様が祝福してくださったのです。徹底的に悔い改めて本性の中の罪と悪まで根こそぎにしたから、神様が思う存分祝福してくださったのです。健康の祝福、子どもの祝福など、失ったすべてが回復してこんなに祝福されたのです。しかし何よりも救われた神の子どもたちには永遠の天国が備えられていて、魂に幸いを得ているほどこの地上でもすべての天で栄える祝福を受けられるのですから、これはどれほど富んだものでしょうか。このように富む祝福を思い切り味わう皆さんになりますよう、主の御名によって祈ります。続く9節の後半節に、またユダヤ人だと自称しているが実はそうでなく、かえってサタンの改宗である人たちから罵られていることも知っているとあります。ユダヤ人とは神の選民として選ばれた人々を言います。したがって今日は主を信じている人が霊的な意味のユダヤ人になるのです。ところで今日の本文にユダヤ人だと自称している、すなわち自分を指してユダヤ人だという人たちとあります。ユダヤ人なら神様を信じる人であり、神様から選ばれた人ですが、イエス様の時にはこのようにユダヤ人だと言っていた人たちが、神の御子であるイエス様が分からず、かえって迫害して逆らい、ついに十字架につけて殺してしまいました。これは今日も同じであり、主を信じて教会に通っていると言いながらも神様の働きをそしっている人がいます。自分たちの考えと合わないからといって裁いて罪に定め、そねんで妬み憎む人もいます。このような人をどうして神様が選ばれた神の子供だと認めることがおできになるでしょうか。韓国にはキリスト教教団がたくさんあって、教団ごとに神学校があって教える内容が違います。すると主のしもべがどの教団に属してどの神学校を出たかによって、みんな学んだことが違うのです。それで自分の教団の教理だけが正しいと思うのです。他の教団もたくさんあるし、そこで教える教理と掟もあるのに、自分が出た神学校、自分の属する教団の教理だけが正しいと思うのです。それで他の教団のことは無視して、自分が知っていることに合わなければすぐ傷んだと定めるのです。教団も神学校もたくさんあるし、教理もそれぞれ違うのに、自分たちだけ正しいと言っていいでしょうか。つまり全てを無にして、ただ神様の言葉に基づかなければならないのです。御言葉に照らして正しい正しくないを見分けなければならないのです。教団で学んだ長老たちの言い伝えとか自分の知識という物差しを持って決めつけるのではなくて、聖書の中から答えを見つけなければならないのです。聖書の中に答えが全部あるのです。だから御言葉に照らさなければ、例えばある教団では異言を話すことは間違っていると言うんですが、なら聖書に行けないとありますか。むしろ異言を禁じてはいけない、解き明かしをしなさいとあるし、実際異言を受けて体験してみればわかるのに。また主を呼んで祈るからおかしいというところもたくさんありますね。そんなふうに祈らなくても神様は聞くと、
あまりにも霊的なことを知らないのです。なぜ神様が私を呼べと言われたのか、なぜ聖書に主を呼んで祈った場面が記されているのか、なぜイエス様が汗が血の滴のように落ちるほど苦しみもだえて祈られたのか。イスラエルの4月は涼しいし、しかも夜は気温が10度15度くらいに下がって肌寒いのです。そんな中、イエス様はなぜ汗が血の滴のように落ちるほど苦しみもだえて父を呼んで祈られたでしょうか、祈られたのでしょうか。そして目の見えない人がなぜダビデの子よと叫んだのでしょうか。弟子たちは彼をたしなめたが、ますます叫び立てたと、なぜ聖書に記されているのかということです。彼がますますダビデの子よと叫び立てたのけ、答えを受けたのです。イエス様が目を開けてくださったのです。弟子たちが黙らせようとしたとき、その人はますます叫び立てたと聖書に記されているのです。もし彼が主を呼び求めたことが間違っているなら、答えを受けられないはずなのに、かえって答えを受けたじゃないですか。イエス様もいつも父を呼んで祈られました。そして死んで4日も経って臭くなっていたのに、その死体に向かってイエス様がどうなさいましたか。大声で叫ばれたじゃないですか。大声でラザロよ出てきなさいと叫ばれたのです。そして十字架の上で血もたくさん流したし、つけられて数時間も経って疲れ果てて力が全然ないのに、息を引き取られる直前にも大声で叫んで、父よ我が霊よ御手に委ねますと言われたのです。このようになぜ神様が私を呼べと言われたのか、預言者たちと弟子たちがどのように祈ったのか、全部聖書に答えがあるのです。なぜ主を呼び求めて祈るのか、霊的な意味を学ばなければならないのです。それを間違っているというのではなくて、神様の言葉だから当然聞き従わなければならないのです。霊の世界を知っているなら、なぜ声に出して祈らなければならないのか、その理由がわかるのです。神様は人の心をご覧になるお方です。ではこの地上にいる数多くの神の子供たちが祈るとき、神様がいちいち数億人の祈りに耳を傾けるべきでしょうか。霊の世界にも法があるし、天国にも法があるし、秩序正しい世界なのです。聖書を読むと、天には私たちの一挙手一投足を見ている御使いがいるのがわかります。私たちの行いを全部記録する御使いがいるのです。そしてこの地上には主を信じる人に使えるために使わされた御使いがいるのです。天にいる御使いは私たちの祈りを聞いて、その祈りを金の香炉に入れて御使いの頭に渡して、御使いの頭は神様の御座の前に持っていくのです。それが満たされてこそ答えが与えられるのです。ところで神様は人の心をご覧になりますが、御使いは私たちの祈る声を聞いてこそそれを香炉に入れるのです。つまりその声は地に落ちないで香りとして立ち上るのです。声に出してこそ御使いが聞いて、それを香炉に入れて御使いの頭に渡して、御使いの頭は神様の前に捧げるのです。神様は心をご覧になりますが、御使いは心を見るのではないから、声に出さなければならないのです。全部理由があるから主を呼んで祈りなさいと言うのです。そしてアダムが不従順の罪を犯した時、神様が汗を流して糧を得るように言われたから、私たちは汗を流して祈ってこそ答えを引き下ろすようになるのです。このように聖書にある霊的な意味を悟って、そう知ることをやめて、むしろ御言葉に従うべきだし、正しく知って正しく教える人になってこそ、神様に愛されて御業が伴うでしょう。このような人たちをどうして神様が選ばれた神の子供だと認めるでしょうか。彼らはまさにユダヤ人だと自称している人たちであり、彼らは
神様の働きを阻止しているから、実はユダヤ人ではないのです。つまり神の子供だと言えないということです。神の国を妨げる人たち、教会と主のしもべを阻止る人たちは神の子供だと言えないのです。生徒の皆さん、自分が見て、あるいは人が見て、いくら信仰があって正しく良い人のように見えても、神様がお認めにならなければ何の役にも立ちません。マタイ 13-49-50 に、この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しいものの中から悪いものをえり分け、正しいものの中から悪いものをえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて激しりするのです。ローマ書にも、主の復活を心に信じてこそ義と認められるとありますね。心に信じる人には行いが伴うから、悪はどんな悪でも避けて、真理でないものを捨てて義と認められるのです。そうやって正しい神の子供と言われるのです。旧約でも正しいものと言われた人とは神様が共に歩んでくださったし、罪人ではなく、主が罪をあがなってくださって罪から解放されたから、罪人ではなく聖なる神の子供とされたのです。でもこの世の終わりに、すなわち裁きの日に、御使いたちが来て、正しいものの中から悪いものをえり分け、火の燃える炉に投げ込み、そこで泣いて激しりするのです。つまり神の子供とされて正しいものとなったとしても、その中に再び悪を行う人がいるのです。御言葉通りに生きないで、主を信じると言いながら肉の行いをして悪を行う人がいるのです。こういう人たちをえり分けて火の燃える炉に、すなわち地獄の火に投げ込むのです。自分ではいくら神様を信じると言っても、その言葉と行いが神の子供でなければ、ユダヤ人だと自称しているだけであり、終わりの裁きの日には全てが明らかにされるのです。ところでユダヤ人だと自称している人たちは、終わりの裁きの日ではなくても、すでに彼らの生き方の中で身が現れます。神の人であれば当然御霊の実を結ぶべきであり、真理に従って互いに愛し合って平和を作り、良い言葉と行いの実を結ぶべきでしょう。しかしこれと反対になる妬み、そねみ、裁いて罪に定めること、憎しみ、争いなどが現れるなら、これは誰の仕業でしょうか。サタンの仕業なのです。それでこのようにサタンの仕業を受けている人が2人以上集まると、これを指してサタンの回収というのです。今日多くの教会がこのサタンの回収のためにいろいろな困難と苦しみにあっています。生徒が数千人いるのでもなく、数百人、100人、200人ぐらいの教会の中でも分派が起こって、長老につくとか牧師につくとか言って互いに争って、教会総会でも開いたらいつも意見がぶつかるんです。真理の帯、聖霊の帯で結ばれて平和と愛で一つになるべきなのに、そうできていないのです。サタンの回収についての具体的な内容は次の時間に続けて調べてみます。愛する生徒の皆さん、どんな状況でも心が富んでいれば、周りの環境と条件は何の問題にもなりません。ここで心が富んでいるとは、心に天国への希望があふれ、天国で与えられる報いを望んで、信仰と聖霊の満たしを失わないという意味です。マタイ 5-3 に、心の貧しいものとありますが、ここで心の貧しいものと反対の心の富んでいるものとは、
この世の欲と自分の欲、自尊心などでぎっしりの人を意味します。ところが今言っている心が飛んでいるとはそのような意味ではなく、天国への希望と信仰、愛など霊的なものでその心が飛んでいるということです。このような人について第2コリント6の10に、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っていますとあります。それでこのように心が富んでいる人には、この地上での迫害と苦しみと貧しさなどどんなものも決してその人を弱くすることができません。これは皆さんにとっても同じです。自分の心を神様がくださる霊的なもので富ませてみてください。今の現実にどんな困難や苦しみがあっても、それは皆さんが行く道においてどんな障害物にもなりません。したがって皆さんは上辺だけ立派で、その中は何の身もない殻になっては決していけません。本当に心に霊的な身が詰まっていて、主から「しかしあなたは実際は富んでいる」という称賛の言葉を受けますように。それで皆さんの心の富が目にも見える美しくて豊かな身として現れますように、主の皆によって祈ります。聞いた御言葉を思いながら一緒に祈りましょう。愛の父なる神様、感謝いたします。今日はスミルナ教会の2回目でした。苦しみと困難に遭う理由について、そして霊的な意味の貧しさと富むことについて、サタンの回収について聞きました。いつも神様を信じる人として大胆で賢く、敵である悪魔に立ち向かってで勝つようにしてください。霊的に見分けて、ユダヤ人と自称している人たちを見抜くようにしてください。霊的に大胆になり、力あるものとなって、愛と平和、良い行いと良い言葉によって御霊の実を結んでいくように助けてください。そうしてどんな環境でも十分勝利して栄光を返していくように助けてください。感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された東海津先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願える方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ。全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の上に安守してください。 CCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの上にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで五臓六腑、骨の節々、全身の神経組織、細胞など、具合の悪いところは皆精霊の火で焼き尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなど流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなど、あらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部、関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など痛みは皆消えされ、転換、遅延症、うつ病、躁うつ病、ノイロデなど精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて耳もよく聞こえるようにしてくださいますように。
全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。自己の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ。父を傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が言い換えて、死んだものも言い換えらせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ、イエス・キリストの皆によって命じる、敵である悪魔・サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使いたちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽り、欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ、光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように、一週間もあらゆる事故と災から守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で天の軍勢、御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子供たちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子供たちには知恵と悟りを加えて勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこのように奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが食べるにも飲むにも何をするにも、神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救いの